トムスライムの動画にようこそ。ですね、1995年に、スニーカーなんですけども、エアマックスというスニーカーが、流行りましてですね、すごくね、非常に、高い、値段で、まあ、取引されるようになっていたんですけども、元はね、1万、まあ、5000円ぐらいなんですけども、それが、プレミアがついて、まあ、4万円だとか5万円に跳ね上がって、まあ、場合によっちゃ十数万円とかね、そういうものもねあったんですけども、私はですね、エアマックスのイエローとあと青のね、エアマックス2つ持ってたんですよ。で、家でね、まあ、家の玄関があるんですけども、家の玄関に、まあ、エアマックス置いておきました。まあ、すごく流行ってるね、めちゃくちゃ靴で、私もね、いつだろうな、18歳の時ですね、エアマックス持ってまして、これがですね、まあ、玄関に、置いといて、2足置いといたんですよね。で、偽物のエアマックスもその隣に置いといたんですよ。それで、まあ、うちのおばあちゃんがいいんですけども、おばあちゃんがいつも玄関のね、掃除をします。で、まあ、玄関はね、開けっぱなしにしてましたんでね、玄関は開けっぱなしだったんですけども、これがね、またちょっと、私はね、なんかの用事があって、そこで、まあ、15分ぐらい、か20分ぐらいですかね。まあ、用事を済ましてまた帰ってきた時に、あれ、玄関に、あれ？エアマックス2足と、偽物1足、このエアマックスの靴がないと。で、おばあちゃんがあれ片付けたのかなと思って、おばあちゃんが、おばあちゃん、エアマックス、まあ靴なんですけど、靴3足あったんだけど、俺の靴知らないっていうことで、おばあちゃんに聞いたら知らないわよっていうことで、玄関全部閉まったかなと思って、もう一回開けてみたんですけども、まずね、玄関にも、靴箱にもおばあちゃんに聞いてもないという、ああ、これはおかしいなと思って、いたらですね、家の、まあ、玄関なんですけど、結構ね、中学生とか通るんですよね。中学生、高校生にですね、エアマックスを盗まれましてですね、ひどい目に遭ったという話なんですけども、そこで、エアマックスの本物はいいんですけども、本物じゃなくて、偽物も持っていかれたという、まあ、偽物って言っても、あれですよ、よく、デパートとか、あとスーパーなんか行くと、例えば、イトーヨーカドーなんかあると、980円とか、1980円で靴がもう持ってあるカゴみたいなとこに売ってるね、靴があるんですけど、そこでエアマックスの偽物を買ったものなんですよ。それをまあ、ナイキのマークもついてないんですけど、すごい似てるんですよね、そっくりなんですけど、それも盗まれた。これはね、ひどい話ですよ。もうほんとね、まあその時はね、すごい価値あったね、靴なんでね、まあ、大事にしてなかった私がいけないんですけども、まあ、そういうエピソードがね、ございます。はい。またね、いろんなエピソードがね、過去にもね、いろいろ流行ったものとか、流行だったものがね、あると思うんですけども、まあ、そういうね、私の1995年のね、お話でしたね。はい。それではチャンネル登録の方ね、皆さんどしどし、よろしくお願いします。